米岳駅は、島根県仁田郡奥出雲町郡にある、西日本旅客鉄道キスキ線の駅である。愛称は、少なびこなの命。松本清張原作の小説、映画、砂の器の、ワンシーンとして登場する駅でもある。ホーム地上駅。かつては、相対式2面2線だったが、2番乗り場の線路が撤去、されて停留所構造となり、現在は、 駅舎側一番乗り場のみの片側一面に一線で運用されている。駅舎には蕎麦屋の大木谷が営業しており、乗車券の販売を同店の店主に委託する簡委託駅となっている。名物の奥出雲蕎麦は前もって電話で予約すれば列車到着に合わせてホームで受け取ることも可能。当駅は松本清張の小説砂の器に登場した。ただし、 映画版では、実際の亀田駅ではなく、ホームは、出雲八代駅、駅舎は八川駅で撮影された。カメラマンの川又あがるによれば、亀田駅を使わなかった理由は、そばの看板が邪魔になったのと、崖が迫っていて、カメラが引けなかったからと話している。なお、テレビドラマでは、亀田駅のロケ地は、以下の通りとなっている。 近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。なお、1994年度は84人、1984年度は74人だった。ありがとうございます。